ボリーはアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は第25代海軍長官のアドルフ・ボリーにちなむ。ボリーは1919 19年4月30日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド・サンズで寄港する。1919 19年10月4日にパティ・ボリーによって命名、浸水し、1920年3月24日に 艦長 EF クレメント少佐の指揮下収益した。1920年4月、ボリーはトルコ海域に派遣される分艦隊に交流し、国会での任務に就く。翌年にはアジア艦隊の第38駆逐艦部隊に加わり、続く4年間を当機艦はアメリカの植民地のフィリピン海域で、下記は中華民国の遠来、上海で活動した。その後帰国し、 1927年の春までカリブ海での偵察任務につき、続いてヨーロッパへの巡航を行った。ボリーは1929年まで大西洋艦隊に所属し、その後3年間をアジア艦隊での任務で過ごした。1932年から33年にかけて戦隊機関としての改修が行われ、その後第2駆逐艦戦隊に加わる。 1939年後半まで通常の駆逐艦としての任務を太平洋で行い、その後パナマ運河を通過して中立パトロールに参加する。第二次世界大戦が勃発すると、ボリーはパナマ湾の第15海軍艦区で沿岸警備を担当し、その後カリブ海での警備、護衛任務に就く。1943年6月26日、ボリーは カリブ海を出港し、7月30日に護衛空母カードを中心とした対戦攻撃部隊に加わり出撃する。同部隊でボリーは3度の紹介を完了した。紹介中の1943年11月1日、49度 00N、31度 14W の海域で、ドイツ潜水艦 U-405 に遭遇する。ボリーは爆雷を投下し、 U-405 は海面に浮上した。ボリーは U-405 に激突され、銃撃戦が行われた。U-405、ボリーの両感は分離し、U-405 は49名の乗組員と共に沈没した。ボリーの乗組員27名が戦死し、牽引できないくらいを大きく損傷した。ボリーは翌日バリーによって、 怪物処分された。また、ボリーは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞し、カードとの作戦活動で主君部大賞を受賞した。ありがとうございます。